ルーキーアナのリリーフの時もオープン戦含めずっと良かったですが、バット折れながらのショートフライです。この回は9番の細川徹からワンアウトランナーありません。この右バッターのインサイドに入ってくるボール、はい、シュートですね、バットを折るのに球速は関係ないという感じです、はい、